あ、そういえばあのホロックスのコラボの時にカヤで差し入れでお菓子を持ってったと思うんですけど、はい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 、あの時の辛いお菓子1個ランダムに入れてたじゃないですか、カヤで。それ誰が食べたんですか？あ、それね、なんかあの坂又が最初ゲットして、うんうんうん、で坂又がいや辛いの食べられないなって言って私にくれたんよね。だから交換したんよ。え、ルイ先輩それ食べました？めちゃくちゃ美味しかったあれ。辛くなかったんですか？あ、なんかピリ辛で美味しかったよ。え、あ、あれ美味しかったんだ。え、美味しか、え、何、なんか、え、で、あと、あの、美味し、え、私味音痴なの？いや、じゃあちょっとおすすめがあって、ルイ先輩に。ああ、ああ、ちょっとね、まあ、そんな辛くはないんですけど、ああ、ちょっとあんまり辛くなくてちょっと美味しい、はいはい、韓国のカップヌードルがありまして、うんうん、え、ブルダックポックンミョンって食べたことありますか、ルイ先輩？ああ、食べたことあるよ。え、え、あるんですか？どうした？あるよ、あるよ。あるんですか？美味しいよね、あれね。え、カルボ、カルボがお気に入り、私。え、え、え、あんまり辛く、あんまり辛くなかったんですか？あ、あんまり辛くないよね、言ってる通り、あんまり辛くないよね。え、え、まあ、そうですよね、あんまり辛くないですよね。あれ、どうした、どうした、あんまり辛くないですよね、あれ。何があった、何があった？そうそう、美味しいから、ちょっと。あ、もしかして苦手？あ、いやいや、全然辛くないですよね。あ、全然辛くないよ、あれ美味しいよね。そう、カヤネもね、あの配信でね、うん、ブルダックポックンミョンを食べる配信してて、うん、はいはいはい、あ、全然辛くなかったです。あ、そうなんだ。そう、カヤネね、いとこがいて、いとことね、昔よくね、辛いものを一緒に食べておりまして、で、いとこがね、めちゃめちゃね、見栄を張る系で、辛くても、え、全然辛くないもん、でも、お姉ちゃんは辛いでしょみたいに言ってくるクソガキで、はぁ、あ、え、でも、そん時でも言うてかでも、そう言われたら負けたくなくて、いや全然辛くないけどみたいに対抗してた時期があるんですけど、その時、そういとこくんがね、よく使ってた、え、言い訳っちゅうものが、え、辛いんじゃなくって、これ熱すぎて今スーハーしてるの、ちょっと冷やしたらマシになるのっていう言い方をね、言い訳をずっとやってましたね。はい、そういとこくん、今となっては可愛いなとは思うんですが、なかなかあのクソガキ野郎でしたね。はい、そう、涙とかも出ない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 。あー、へー、あ、そうなんだ。じゃあ一緒にさ、うん、今度さ、激辛料理食べるコラボもね、あー、しようよ。うん、あー、したい。あ、嬉しい嬉しい、したいっしょ。あ、嬉しい、しようね。うん、あ、うん、オッケーオッケーオッケー、あ、やりたい。あ、じゃあ次のコラボも決まった。あー、ありがてありがて、うん、ね、楽しみだな。正直に言ってごらん、苦手なのか。いや、ちょっと きついっす先輩。ちょっときついっす。で、なんか食べ物ね、食べた時にね、辛いものがあったら私に全然、ね、あの、委ねていいよ。はい、わかる。食べてあげるよ。さすが先輩。ちなみに吹雪先輩も辛いもの大好きだから。そうなんだ。吹雪先輩ってブルダックポックンミョン食べたことあるんですか？え、あるのかな、聞いてみたら今度。え、聞いてみよう。多分全然大丈夫だと思うよ。え、大丈
夫、うん、全然辛いの大丈夫だと思うから。うそー、でここの竹はねいつでも取って